植毛事例ガイドブックを視聴者の皆さんに無料プレゼントしています。詳しくは概要欄から。初めて上がったんですよ。気持ちいい。なんかあれってどうしたらこれいっぱいなんじゃないかよし、じゃあ長いですが12、3時間フライトですから、のんびり過ごしていきましょう。僕はビジネスなら大丈夫だ。僕はエコノミーで。もともとさ、プラス20万ぐらいだったら、今日当日プラスだと10万台でよかったでしょ。だからそれが別のビジネスだもんね。あ、ここだけビジネスだ。だけど、お得に当日ビジネスは先にプラス20万課金しちゃった方がいい。辻さん手術中どのぐらい眠れました？ずっと起きてました。途中から。あ、途中から、うん、覚えてないんですよ。初めて上がったんですよ。痛くそうなると思ってる。気持ちいい。なんか眠っちゃった、なるほどなるほど。途中から起きてました。最後の方で激痛が走って、もう無理。間違ってたんですかね。この辺で大丈夫だ、この辺で。ああ、なるほど。こめかみの方は確かに麻酔があんま効きにくいみたいな聞きますね。後頭部からどんな取り終わったタイミングだと思いますね。生え際はどうだろう。おそらく藤永さんはおでこ穴開けて感じちゃいましたね。辻井さんはまだおでこ穴開けてないじゃないですか。だから取った方ですか。そうですね。なんかジョリッジョリッってやってますよね。ジョリッ、どんな形取ってるのか気になって。ジョリって音がするんですか。なんか削ってる感じ。削ってる音。何回目ぐらいなんですか、瞳孔は。瞳孔10回ぐらいですかね。大変食事も僕はもう飽きちゃいます。老業みたいなとこがなんか最近増えてきたじゃないですか。そうですね、増えましたね。なんか YouTube でも見たらあれ、同業が増えても問題はないかなと思いますね。今市場が広がってる途中だと思うんで、まあ全然いいかなと思います。まあ、みんなで業界を盛り上げていけたらいいですね。ちょっとずつ口コミとかも広がって。そうですね。一生さんどうやってやっていきますか。一生さんとは僕がツイッターかインスタの DM で連絡を送って、一生さんの頭を僕が解決できると思いますみたいな感じで連絡して、それで本人でやったんですか。そうです。それの面識とかは今まで何もなく DM が最初でしたね。いろんなニュースで取り上げられて、はい、まあ、嬉しい限りですね。LINE で登録させてもらって、どうしようかなっていつ行こうかなと思いながら、でちょうど1月キャンペーンやるかなって、でそのタイミングで行こうかなと思ったね。決断しようかなと思って、どうしようかなと思いながらも、仕事がちょっと伸びてと思った。そのうちなんか一生さんがあれって、そしたらこれ一回なんじゃないかな。今のうち行っとこうみたいな。なるほどなるほど。で林社長のなんか出たから、もうすぐにパンって。なるほど。あ、そうだったんですね。でもトルコはね、一人で行ってくださいって多分不安で仕方ないと思う。誰かが一緒の方が、そうだったね。一人だけだとね、大変だった。やっぱり中国とか韓国よりもやっぱりトルコ。トルコの方が金額は安いですね。あ、そうなんですか。はい。実質的には韓国と同じぐらいかなと思いますね。トルコと韓国が植毛については割と進んでる方だと思います。でも韓国ってちょっと日本人にとっては反日みたいな。ああ、ちょっとありますね。はい。だからそれトルコって親日家なんで。そうですね。で中国でちょっとね、いろんな。ちょっと怖い、大丈夫かなっていう、何個か提起あるんですか。はい、一応トルコも何個かあって、あとマレーシアと中国にも1個ずつありますね。え、そこにはまあ送ってたりはしないですか。中国には何回か送ったことがあって、9月に実績ができると思いますね、マレーシアが。なんか近かったな。そうですね、3時間ぐらいで行ける距離だったらいいですね。遠いと時差ボケもっちゃいますしね。アメリカでもどうなんですか。アメリカも食も進んでますよ。でも金額が日本並みに高いと思います。
痛みがありますか？大丈夫です。大丈夫です。OK。OK。Good, good. 後ろの方に見てください。痛みがありますか？触る場所で。大丈夫です。大丈夫です。Okay. Good. 頭の様子もすごくいいです。最高。問題はないです。自然のヘアラインで効果も防水性でいいかをタイプインジュデザインのおならくできるだけでいっぱい水を飲んでて、あとはクリニックからもらったシャンプーセットも定期的に、使ってください。ドルティスカドッグドルティスカドッグ気持ちいい。やっと手に入った。薄毛はね、1年で治る便利な世の中になってるんでね、いろんな情報を集めながらサクッと薄毛を克服してくれれば嬉しいと思います。僕は海外植毛のサポート結構日常的にやってて、概要欄見ていただければわかるんですけど、海外の植毛にみんなで楽しく遠足みたいに行くっていう企画だったり、あなた専用のプランをセッティングするみたいなことも日常的にやっているんで、海外植毛は実際どんなもんやちょっと気になるなっていう方は気軽に LINE 相談いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。